です。ポポちゃんです。ママとポポちゃんです。今日は淡路島にあるホテル座コンパクトさんに来ました。はい。なんとね、こちらのホテルの方がボンチューブ見ててくださってて、ちょっとうちのホテルにも泊まりに来てみてくださいということで、お言葉に大甘えしてやってきました。嬉しい。はい。いや、うちめっちゃ淡路島大好きやん。よかったな。あ、この立地が最高やね。もう道挟んで向こうは海やね。いいね。なんとなんとなんと。なんとなんとなんと。プレゼントもあんね。皆さんのおかげで、またね、プレゼント企画ができるということなので。やったー。ぜひ、最後まで見てください。ここやる。久しぶりに見たわ。これすごいな。胴体で10センチぐらいやからさ、触覚合わせたら20センチぐらいやの。ほら、大自然やな。こんな大きいよ。ママの手も大きいからよう分からへん。めちゃめちゃおしゃれや。これなんかな、ホテル全体がアートらしい。ちなみにもうキーをもらってきました。わ、おしゃれなキーやな。他にもめちゃめちゃおしゃれや。はい。すごい。ここやる。すごい。壁に絵描いてあるわ。これは何、玄関？玄関らしい。うん、私のキーの番号書いてる。あ、ほんまや、キーの番号や。ほんまや、キーの番号書いてある。これは直書きってことや。やな。ほんまや、直に書いてあるわ。一部屋一部屋。なんかアーティストも一個一個違うらしいよ。なんということでしょう。ここでもうアウターを脱ぐんや。はあ、これだったら忘れ物防止にもなるな。いいね。いつもあのクローゼットの中入れて忘れて帰ることがあるから。で、ここに大きな荷物も置いて。あ、そういうことね。これはすごいね。こっちに入れてください。はい。お、スリッパや。はい、どうぞ。トト、見て。見て、トト。モコモコやねん。後ろもな、ちゃんと滑り止めがついとってな。しっかりしっかりしたスリッパって、だいたいさ、持って帰らんといてなーってやつやねんけど、これ持って帰っていいんやって。うちが家で使っとるやつよりめちゃめちゃええわ。え、これとこれはどっちだ、はい、どっちやにしようかな。神様の言う通り、たんたんたかきのため、こっち。はい、ここやる。お部屋紹介いくよー。だーだん、すごい、ニラベッドもある。すげー、なんかさ、レゴのお部屋みたい。レゴのお部屋もさ、二段ベッドあるたい。というかさ、ベッド何個1、2、3、4、5人。どう？どう？すごい。絵が描いてあるわ。めっちゃ綺麗な。まだ直書き。直書きやろ。直書きや。アートをメインにしたホテルらしいよ。余計なものがないよね。ないないない。このおしゃれなテーブル、ええな。ママがテーブル買うってなったら、絶対このテーブルの下にさ、物がさ、いっぱい収納できるやつを選んでしまうやん。見て、この何ももう入らへんねん。うちが絶対生涯選ばへんテーブルに出会いました。これがフロントで貸し出してくれるものです。結構あるね。冷えピタやで。冷えピタもね、無料で貸し出してくれるそうです。インスタントカメラ1800円。今な、ノスタルジックで流行ってる、あの映るんですとかよ。サウナグッズもあります。なるほど。これは利用料を含んで1100円やって。お、陶器やけどね、めちゃめちゃ割れにくいやつやで。あ、バルミューダのいいやつがあるわ。菜箸、焙煎場って書いたコーヒーと紅茶とお砂糖、下に金庫があります。ここやる。はい、ちょっと冷蔵庫。これは冷蔵庫です。結構大型の冷蔵庫やな。そうやな。お、あ、え？え？なんか初めて見るタイプの。何これ？牛乳かな。こんなさ、水見たことある？一人一本このサイズってこと？あ、しかもコップも冷えとうわ。
コップ冷えとんの嬉しいな。嬉しいな。プラスチックゴミを減らそうって書いてある。こんなんどこで売ってんの、うん、長野の安曇野から来てる。へぇ、あの私もな、ミランダカーみたいな体になりたいとは常々思ってんの。やっぱりな、スーパーモデルはな、水2リットル飲むんやって。これをね、2本飲んだら明日になったらミランダカーなっとうかもしれへんね。プラスチック持ってみて。これええわ、子供が落としても割れへんわ。早速ミランダカーになるために水を飲みたいと思います。はい。明日うちミランダカーなっとうから楽しみにしといてくださいね。さあ、次のお部屋行ってみましょう。うわ洗面台が2つあるってことだけで高級感あるよな。5人泊まれるってことやからさ、朝さ、ケアセットしたいからちょっとどいてみたいなあるわけ。女の人は2台あったら朝混み合いませんね。これでこれはない、ちょっとおしゃれすぎやんか。このポーチもしかして持って帰っていいかな。オリジナルのポーチやね。はい、カメラセット真っ黒や。すごい。黒い綿棒とか流行ったけど、黒いハンダーシ初めて見たわ。ヘアブラシ、コットン綿棒、じゃーん、石鹸たちです。ボディーローション、コンディショナー、シャンプー、ボディウォッシュ。一つ一つホテル側がこだわったものをチョイスしてるんやなっていうのをひしひしと感じる。タオルなんですけど、じゃーん、ホテルオリジナルのタオルやったわ。これはこれめちゃめちゃ好きや。一つ一つにこだわりめちゃめちゃ感じるな、うん、あ、めっちゃ乾きそう。いいね。お風呂に行ってみたいと思います。外がめっちゃ綺麗。目の前海やで。あ、ちょうどサンセットなりかけ。そうやな。でもすごい窓広いからええわ。ビューをご紹介したいと思います。はい、せーの。すごいな。めちゃめちゃオーシャンビューです。これは眺め最高やわ。やっぱ淡路島すごいな。あれ、ここハワイかな。今日のベッド周りのご紹介。このなんか黒い玉すごいな。この黒い玉は電気でした。各ベッドの枕元に電子機器の充電スペースがあります。コンセント1つ、 USB の A ポートが1つ。ではね、ママの大好きなパジャマチェック。はい、パジャマチェック。このね、素材がめちゃめちゃいいワッフル生地です。サワサワ、嬉しい。セパレートタイプや。セパレートか。こんな感じで絶対入るわ。うち1回な、結構高めのホテルに泊まったことがあんねん。そこのな、寝巻きがな、パツパツで寝られへんかって。上はね、長袖やわ。でね、ちゃんとこれもね、ホテルザコンパクトって書いてある。めちゃめちゃ可愛いです。じゃあ最後のお部屋行こう。おお、綺麗。綺麗なトイレでした、最後は。トイレの前に洗面台もあります。あ、いいね。どこへ行く。プールに行ってみたいと思います。イエイ。すごいすごい。ぬるいな、ちょっとだけ。ぬるいな、ちょっとだけ。ぬるいわ。ぬるい。ぬるい。絶対に手離さない。離さないって。はい。はい。こうちゃんどう？楽しい。ああ。こんなんあかんや。あかんか。あ、ママ、ホテルのロゴになっとう。シンパシー感じたい。今からね、うん、ご飯を食べに行くんですけど、うん、なんとなんと、はい、着陸にやって。そうな、ありがとうございます。はい。こうやって行く時は言ったら送ってくるんですか。そうですね、お店まで。あ、送迎が。ちょっとドキドキで、はい、ご飯に行きたいと思います。はい、なんかタイに来たみたいな。すごい、初めてドキドキ乗る。うわ、すごい。すごい。よかったね、ママ来て。楽しい。よかったわ。めっちゃお店いっぱいあるわ。夕暮れがいい感じ。
すごい。ホテルのプランのコース料理を今からいただくんですけど、このねお店めちゃめちゃ人気やから、他の料理もちょっとご紹介。パスタもあるし、一品料理もあるし、うん、このピザもね、うわー美味しそう。島サイダー、あ、淡路、淡路なんや。そう、フロム淡路って書いておやつにせっかくやからしようと思って。めっちゃ美味しい。そう美味しそうやね。わーすごい、なんかドラマチックやな。あ、ドラマチックピザと夕日ドラマチックやろいただきます。はい、上に乗っとお肉がめちゃめちゃ美味しい。ママなんか夕日がめっちゃ綺麗だ。夕日をじっくり見ることなんかあんまないから。ここやる。うちらが今回泊まっとるのがこのホテルで、うん、もう全部これ食べ物屋さんやね。ちなみにね、この中華そば行ったことあるね。ここ美味しい。へー、うん、今ここにいるんですけど、ホテルから多分歩いたら5分ぐらいや、ね、ここに泊まったらもう遠出せんでもここで完結すんの。玉ねぎの冷製スープになる。兵庫県が他の県と対抗するなら絶対声出さない。兵庫県代表。兵庫県代表前菜でまず明石のタコのカルパッチョが来る。あ、でスープはこれか。スープは淡路島の神戸牛のメインが来て、かすみのカニが来て、でデザートはゴザスおろうかなそこだけなんか特定企業になったけど。うわ美味しそう。兵庫県のハモ美味しいよ。ここ全部行く？うん、食べ。初めてのハモはいかがですか？美味しいやん。そんな難しく話してるけど美味しいや。めっちゃ美味しい。もうめっちゃ美味しいと言われた。美味しい。トトのパスタとこのパスタどっちが美味しい？このパスタ。まあそりゃそうやわな。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。淡路さんのくぬぎ作業のデリレになります。マスターさんもつけたんや。美味しい。うわー、ちょっとももいただこう。超豪華な召し上がれやな。兵庫県で、いやぜひな、淡路島来たら淡路牛食べてほしいよな。かわいい。手作りプリンや。あ、固めで美味しそうです。超美味しい。ほろ苦いプリン、ほろ苦いキャラメルがめちゃめちゃ美味しい。ごちそうさまでした。ここやる。シーブリーズ。久しぶりにする。青春の匂いをちょっと感じようか。青春とかあったの？部活ばっかりしてた。あ、青春の匂いがします。席の補強ができるので、ご予約された方が確実だなと思う。超でかい。これを回して外で。あ、そうです。めちゃめちゃ暑さ対策がすごい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。美味しかった。
くね皆さんね感じが良くて身も心も温まるお店でした。通りでツバメも巣作るわ。ラーメン、パン、アイス、バーベキュー、ハンバーガー、何でもあるな。グランピングやん、今流行りの。車でどっかにご飯食べに行かんでいいのは最高やね。デザートまでそのものが嬉しいよな。しかも俺思うのはこれデザインがいいよな。うん、かわいい。ここやる。たくさんグッズもあります。うちが買ったのはこのフォーマンボディお姉さんの T シャツです。もう一つはねこういうねプールっていう T シャツもあります。 B さんも売ってます。これはお部屋にあったマグカップ、一つ一つ手作りらしいです。これも可愛い。トートバッグも可愛いです。おしゃれなキーホルダー、おしゃれなスナック類もあります。あ、来た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 。うわーすごい。ミルクでお願いします。ありがとうございます。はい、ここやる。ちょっと開けてみよう。おいしい。淡路島の牛乳。焚き火の前でアイスとかなんかすごい贅沢な気持ちになるな。キャンプファイヤーやな。確かに火を見とるだけでなんか癒されるな。レイトハッピーアワーって言って21時から、うん、夜の12時も夜500円。500円、生ビール、ハイボール、スパークリングワイン。アートですね。でね、こっちがねサウナ、ちょっとだけ行ってみたいと思います。おお、ここにロッカーがあるんや。給水器があるんですけどレモン入ってるわ。デトックスだ。デトックスやな。よく見るやつや。お尻熱くならへんマットや。でちょっと中だけチラッと。こんな感じ。うわー、すごい。室内も綺麗し、広いんや。水やるやつやな。漏流や。漏流？こうやって、こうやってやんね。ここやる。おはようございます。朝です。うわー。ドアの横に朝食がぶら下がっていました。すごい。これがね、朝食です。おはよう。おはよう。モビリに降りてきました。すごいな。あそこがいい？テーブルあるな。アーティストさんの手書きのサインがあります。おはようございます。この中に朝食が入ってるそうです。ちょっと開けてみたいと思います。はい。じゃじゃん。じゃん。あ、すごい。サラダ。フルーツ、牛乳、ヨーグルト。ちゃ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 。あー、美味しそう。保冷バッグに入って、うん、これすごいしっかりした作りやね、うん。しかもこれもコンパクトっていうこのホテルオリジナルのグッズやねんけど、中がちゃんと保冷になってるの。ほんまや。それな、持って帰ってええねんて。え、そうなん。これ何で持って帰っていいかというと、お部屋の中で食べてもいいし、このホテルのおしゃれなスペースで食べてもいいし、このままチェックアウトをして海岸とか今から行くその目的地のところで食べてもいいねん。だからこれは持ち帰っていいねん。保冷バッグってのはなかなかな、自分で買うってなったらなんか高いねん。で全部並べてみる。いただきます。これ一口いけるかな。うん、一口いけるかな。入らん。おいしい。コールスロー。どんなん？キャベツ。キャベツだけかなと思ったらめちゃめちゃハム入っとるわ。
美味しいね。おしゃれな味がする。淡路島にはね、たくさん牧場があって、これはね、淡路島牛乳です。これも淡路島のヨーグルト。こうやって淡路島のやつを2つ入れてくれるってだけで、なんか淡路島旅行来たぜって気分上がるような。うん、あー、美味しい。美味しい。サラダ食べます。目の前が海やし、こっち側は山やし、でこのホテル自体はもう全てがアートに包まれとって、なんか心も癒されました。で今回ボンジュールをこのホテルに呼んでくださった方がわざわざ、ね、いらしてくれたので、ちょっとお呼びしたいと思います。すみません、お願いします。はい、ジョニーさんです。ジョニーです。呼んでくださってありがとうございました。ありがとうございます。夏の思い出がありました。2023夏最高になりました。ナナミスさんの動画見て、あのぜひ来てほしいなと思って、もうすぐメッセージ送っちゃって、もうそれでまさ来てくれると思ってありがとうございます。いや今回その DM いただいた時に、なんかね、まあ、泊まりに来てくださいっていうのもあるんですけど、その視聴者の方にもちょっとプレゼントを用意したんでって入れ一文がねあったんですよ。あれ見間違いじゃなかったらあったんですよ。ということで、どんな内容かちょっとお聞きしていいですか。はい、見てくれたお客様に対して、あの朝食付きのスタンダードプランをプレゼントしたいと考えております。テレビの視聴者プレゼントって、泊まりに来たらワンドリンク一杯サービスとかやんな。そんなんじゃない、もうがっつり、もう一泊いいんですか。一泊で大丈夫です。一組様もいいんですか。夢グループの社長も今びっくりしてるんで、社長いいんですかって今女の人がびっくりしてるわ。ということで家族で応募される方がほとんどなんですけど、一組何名様ぐらいまでいけますか。一組5000円まで。あ、ベッドが5000円。そうですね。応募条件としたら、その YouTube のチャンネル登録と、この動画に対してのコメント、で Instagram のこちら書いてるんで、このフォローと、それに DM 送っていただければ応募で大丈夫です。DM に、あの宿泊希望ですっていう感じで書いていただいたら、はい、こちらで大丈夫です、はい、抽選はジョニーさんがもうランダムに選ぶ形とさせていただきます。当選された方に DM を返信してくださいます。応募期間などは詳細をご確認ください。私ね、もう焚き火の前でアイスクリーム食べて、もう絶対忘れへんなっったと思いますお部屋、各お部屋アーティストが違って壁画が違います。でどの部屋になるかその日のお楽しみです。ロケーション、もう僕毎日働いてるんですけど、いつも毎日で夕日は飽きないです。また夜はもうここ焚き火囲みながらとか、まあ、バーでお酒飲んで、おのおのの時間をゆっくり過ごしてもらったらもう完璧だと思うんで、聞けば聞くほどおすすめポイントが出てくると思うので、もっとおすすめポイントが聞きたい方はもうコンパクトさんのインスタをフォローして、おしゃれな写真いっぱい上がってるんで、そこでも魅力が伝わると思います。この魅力をね、もう皆さんに体験していただきたいので、ぜひたくさんのご応募お待ちしております。ありがとうございました。今回は淡路島にあるホテルザコンパクトさんに一泊してきました。これからも子供と行けるスポットや面白い列車に乗っていきますので、チャンネル登録、評価、コメントよろしくお願いします。じゃあ次の動画までまたねー。ガー、いつも動画を見てくださる皆様のおかげでプレゼント企画を行えることになりました。直接私からではないのですが、視聴者の方にプレゼントができて嬉しいです。これからも何かのためになる動画制作頑張ります。今回の宿泊プレゼント応募で不明な点がありましたら、お気軽にコメントや DM いただけたらと思います。ここお土産買いに来ました。ここはね、ホテルザコンパクトさんの商品も置いてるんですよ。ここのよりすぐりがあのホテルのところにも置いてある。かわいい。これお揃いでな、ココちゃんと来たかってんけど、子供はね、100までしかないからね、ちょっと着られへんかった。
か美味しそう、はい、アメニティの入れ物も持って帰ってくださいねってことでちゃっかりママはね持って帰ってきたんですけど、これ売り物やって、なんぼやと思う？550円。モーニングが入ってたやつもね売ってるんですけど、こちら1500円もするの。アミニティのポーチとこれだけでもうなんかすごいお得感があるよな。これえらいなんかこの大きさで450円もするからめっちゃ高いやんと思って見てたら、玉ねぎそのままをチップスにしてるって。確かにこれ私のとこ全部このままやん。すごい。はい、ありがとうございます。イエーイ、買えました。いい思い出になったわ。どこへ？ただいま。ちょっと、ね、淡路島で2つお土産を買ってきたので紹介したいと思います。これでじゃじゃん、チョコせんべいです。こんな感じです。本州と淡路島の間がすごいね美味しいタコがねたくさん取れることで有名なんで、タコせんべいの里っていうのがあるぐらいタコ商品がね多いんですよ。おお、後ろもタコがいっぱいニョロニョロって腕出してますわ。で、明石海峡の絵も載ってます。いや、ママね、明石海峡大橋めっちゃ好きなんですよ。通勤してた時は毎日ね、あの前を通るんですけど、毎日ね、スマホでね、動画撮るぐらい好きでした。で、開けまーす。ちょい。あ、こういうタイプなんや。この薄さはたまらんね。じゃあ、いただきます。これ大好きやなって。薄いけど食べ応えもあるし、なんか、コウちゃんはね、このタコせんべいが大好きやから、淡路島とか明石とか行くと必ずタコせんべい一袋買ってきます。次はこれでーす。オニオンチップス塩味。こんなポテトチップスどこでも売っとうやんって感じですよね。でも値段はね、400円くらいしたんですよ。この、そやで。この小ささでね、400円するから何事やと思ったんですよ。原材料がもう淡路島産の玉ねぎと油と塩。とちょっとしたお砂糖だけなんですよ。小麦粉でまとってるとか小麦粉を練り込んでるとかじゃなくて、もう玉ねぎの素揚げみたいな感じのイメージです。お塩も淡路島産のおのころしずく塩っていうね、淡路島産の塩を使ってるっていう。だからもう淡路島産の塩と玉ねぎだけやでーっていう商品です。絶対にこれ美味しい。絶対美味しいよな。開けるで。あうわー、これはもう匂い嗅ぐだけでご飯が進むよっていう商品やわ。炒めた玉ねぎの甘い匂いがします。なんかくるくるしてる。玉ねぎの皮や。皮をイメージしてるんや。これじゃあね、これ玉ねぎやね。玉ねぎの繊維がすごい。じゃあいただきます。うん、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。淡路島の玉ねぎ類のお土産の中でちょっと一番美味しいかと思います。淡路島の甘い玉ねぎの良さをギュッと凝縮したお土産やから、ぜひこれ買ってみてほしいです。で、最後ね、ちょっとこれも買ってみました。チーズです。シール、ちゃんと下に玉ねぎも書いてます。フロックスファームが作ってるシールなんですけど、フロックスファームっていうのはどのご飯屋さんやホテルが、ね、集結している一帯のことをフロックスファームっていうらしくて、このシールです。なんかこれ見るだけで、ああ淡路島のあそこ行ったなっていうのを感じられます。車がない方にとってはすごくね、ギュッて詰まったところがあるのでいいかと思います。っていうのがこのフロックスファーム。じゃあまたねー。